動きについて説明したいと思います。クランクの基本的な動きというのは力強いダンス、すごい特徴のダンスなので、まずストンプ、ストンプ、足を踏むで、胸を出す、最後、アームスイング、腕を振る、これがすごく大事な3つの組み合わせの基本的な、基本中の基本的な動きになります。はい、でまずストンプから説明していきたいと思います。ストンプっていうのは、まず普通に肩幅に立ってください。肩幅に足を揃えて立ってもらって、狭すぎず、引き上げすぎず、普通の中までで、足は内股にならず、どっちかしたらちょっと外側に向ける、そのまま上げて、そのまま上げて、そのまま上げて、これが基本的なストンプになります。その時に、つま先からとか、つま先からとか、そういったのがジャンルのダンスがあると思うんですけども、クランプはつま先からちょっと怪我する機会があるので、しっかりと足を全部つくように。言ったら、足に根っこが生えてるような動き。そこでしっかりと重さを出します。はい、それがストンプです。次、チェストいきます。チェストは、胸を出すんですけども、ヒップホップとかだと前だと思うんですけども、クランプは上にあります。上。ボン。これがクランプのチェストポップです。チェストポップって言われる動きです。で、ここに文字とかあるんだったら、文字が上下に動いているような動き。それをクランプは出した瞬間に戻します。それがチェストポップって言われる技なんですけども、出したら、戻す、ドン、一瞬でドン、戻す、出して戻す、ドン、ドン、これがチェストっていう動きになります。はい、続いてアームスイング。アームスイングはパーパーで腕を振って戻す、戻すところはどこでも構いません。ドン、これがアームスイング。両手とか両手とかあるんですけども、でアームスイングの一つ目の特徴としては、野球部とかの子はちょっとあれかもしれないけども、物を投げるよりもちょっと大きめ、斜め45度ぐらい目がけて投げて戻します。はい、これがアームスイングです。3つを組み合わせていきます。ストーン、チェス、アームスイング。これが基本的なハンドの動きになります。もしあれだったら、家でちょっとやってみてください。チェスト、アームスイング、ストン、チェスト、アームスイング、ストン、チェスト、アームスイング。はい、こんな感じです。以上です。